前回のアンダーテールターボ P。 さあどんどん行こうぜ。まだまだね、道のり長いからね。しゃもじ、あったね。 R1 が出てきたぞ。 R1 エレベーターね。もうなんかお腹の調子整いそうだよね。だからやりようがあるんだよね。やりようがこうやっておいお前、今日寝不足でも二日酔いでもなんでもないよ。お前全然あかんぞ。これについてレポートする？いや、もっと探そう、うん、もっと探そうぜ。お、プレゼント箱があるぞ。なんと、それはプレゼントだ。受け取り人は君。どう？嬉しさ炸裂？もう嬉しさ炸裂ってお前。ここでね、スパイダードーナツとかスパイダーサイダーなんかをね、使うと、このね、雲のお姉さんとのバトルを一発でクリアできるみたいなんだよね。はい、ここで使おっか。スパイダードーナツからいこっか。スパイダードーナツを食べた。 HP が満タンになった。あら？それどこで手に入れたの？ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。アンダーテールスイッチ版ターボ P ルート編、続きをやっていきましょう。はい、若干鼻が詰まっております。はい、前回ね、雲の住処の入り口ということで、マフェット戦をですね、スパイダースイーツを使って、一撃でね、勝利いたしました。まあ、こんな感じでね、ご視聴者様からの、まあ、ヒントというかね、情報なんかを得ながらね、それを検証しながらやっていきたいと思います。では、早速続きやっていきますよ。はいはい、マフェット戦がね、終わったところです。よし、進んでいくぞ。これね、もう各ステージ、こう、戻るとね、こうやってね、戦ったモンスターたちがこうやって現れるんだよね。うん。あら、来てくれたのね。あなたならいつでも歓迎よ、って言ってね、これ前回もこれ見たけどね。うん、ただし、お行儀よくね、うふふふ、って言ってね。もういろんなステージこう戻ってみると、戦ったね、モンスターがこうやってね、現れてるんだよね。うん、今日2回目だよ、これ言うの。うん。オッケー。アイテムもちょっと整理しとこっか。異次元ボックス B 開いて、スパイダーサイダーも使わへんわ。うん。ホットドッグとか、まあ、この辺はね、まあ、置いとこうか。オッケーオッケー。これでいこう。はい、皆さん、これね。メタトンのポスターですよ。うん。メタトンの最新オペラのポスターだ。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。そろそろ開演時間のようだ。ということでね、またね、メタトン戦なんだけど、今回はね、オペラだよ。あ、来たね。こんなに近かったんだ。あ、そっかそっか。まあ、あの人間は？お、出てきたぞ。はい、ひょっこりはん。もしかして私の運命の人？ちょっと、どうしてそんなめんどくさそうな顔してるの？こんなん言ったっけ、前回。そんなやる気のない態度じゃ最高のパフォーマンスはできないよ。お客様に失礼だからスキップする？え？なにこれ？なにこれ？前回こんなんなかったよね。いや、演じよう。そう、じゃあ一つぶちかまそうか。あ、まだ始まったぞ。よっ、待ってました。僕も演じれるの？あ、でも動かせないね。あなた逃げてよ、王様に見つかる。人間は敵なの、悲しいけれども。あ、動けるわ。檻に入れられ。バックダンサー、しゃもじバックダンサー。ぶっ殺される。これでお別れ、バイ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 、涙が出る。おい、キースんだかお前。もうキースんだかお前。とても悲しいわ。あなたが牢屋に閉じ込められてしまうなんて。じゃ、さようならって言ってね、ここで落ちるんだよね。そうか、2周目の世界だからね、あのシーンをスキップできたんだね、おそらく。あ、一体どうすればいいの？私の運命の人は地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は卑劣なパズルの罠にかかり、間違いなく死んでしまうわ。あ、これね、あ、まあ、パピルスのね、なんかあのパズルの中でもあったよね。うん、あ、なんと恐ろしい、カラータイルのパズルよ。色のついたタイルの一つ一つに残酷な仕掛けが。例えば緑のタイルは踏むと音が鳴り、モンスターとのバトルになる。
赤いタイルは、ん？待てよ。このパズル、100個ぐらい前のエリアで見たような、うん、そうだよね。あ、やっぱりそうだ。じゃあルールは覚えてるよね。うん、覚えてないけどね。うん。そうか、それなら、ぐだぐだ説明を繰り返す必要はないな。あ、それから、急いだ方がいいと思うよ。なぜなら、30秒以内にクリアしないと。さあ、始まるぞ。バーナーで焼き殺されちゃうからね。はっ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 は。かわいそうなあなた、悲しみのあまり笑いが止まらないわ。それじゃあ頑張って。よし行くぜ。ここちょっとあれやねんな。ダッシュダッシュ。オッケー。こうあビビビビってなってビビビってなってビビビビってなって、だからこれここここあれあれあれ、やっぱ結局いけないんだよねこれ。おそらくあいけるのか、こうやっていけるのか。あいけるわ、いける。お、いけるぞ。なんとかしていけへんかしゃもちお前。あ、そう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 。あ、おし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 、ここ、あ、おっと残念、時間切れだ。いや前回もこうなったんだよね。これおそらく突破する方法もねあるのかな。では約束通り火炙りになっていただきましょう。あ、やばいよやばいよ。さあもう逃げ場はないぞ。やばいよやばいよ。絶対絶命、大ピンチ。あ、もうダメだ。もうやってみろよ早く、ほら、あ、やってみろよ、ほらコホン。電話かかってきたね。ちょっとタイミング遅かったね。あ、大変、今助けてあげるから。ファイアーウォールをハッキングするね。オーノー、なんということだ。優秀なドクターアルフィにまたしてもしてやられた。なんやねん。もう言いかけて書き消したね、お前。今度はもうアルフィが書き消したね。その通りよ。メタトン、観念しなさい。あなたに私たちを倒すことはできない。私たちは最強のコンビよ。あなたのパズルもここまで。諦めてお家に帰りなさい。お家があるの？ラボのことか？なんだって？パズルはここまで？アルフィ、寝言は寝てから言ってほしいね。緑のタイルを踏むとどうなるか忘れたのかい？音が鳴ってモンスターとのバトルが始まる。そのモンスターというのは？僕のことさ！はい、やっとね、本編に入ったって感じだよね。さあ、どうするんだったっけ？黄色い声を上げる。いや、これ尺に触るな。まあ、結局逃がすんだよね。あ、そうそう、アイテム、あ、そっか、しまったな。メタトン EX 戦ではね、なんか棒切れが使えるっていうのね、聞いてたんだけど、ここでね、棒切れ使ってみてもよかったんだけどね、ちょっと出しとくの忘れたな。まあいいや、とにかく逃がすんですよね。さあ、お別れの時間だよ、子猫ちゃん。ん？君の電話？早く出た方がいいよ、ってね、これね、なんでこんなところに電話があるの、これ。もしもし、大丈夫だよ、落ち着いて。携帯にもう一つ、秘密の機能をつけたの。黄色いボタンがあるよね。行動メニューを開いて押してみて。ということで、行動で、黄色いボタン、これね。黄色いボタンを押した。携帯がメタトンのボディに共鳴している。おう、なんだその黄色い光は。おお、なんだ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 、あ、お、ハートがね、ひっくり返ってね。うん、なんかクレイジーダイヤモンドみたいなね。うん、うん、まだよ。A を連打して。え、いけ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 。おらららららら。うおー。そんなバカな。やられた。なんということだ。君は思ったより強いようだ。って言って帰っていくんだよね。うん。いや、やった、倒せたね。すごい、すごいよ。うん。うん、前回はね、君のおかげって言ったんだけどね、ちょっと、無言を貫こうか。うん。うん。あ、なんやねん、お前。気取ってんなよ、お前。あのね、変に思われるかもしれないけど、一つ言ってもいいかな？うん、一つだけね。あなたに会う前はね、私、自分のこと好きじゃなかったんだ。ずっと自分なんて出来損ないだって思ってた。何かやろうとすると、必ず誰かをがっかりさせちゃうって、そう思ってたの。でもね、あなたのガイドをやってみてからは、私、自信が湧いてきたよ。あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。それはそうと、コアはもうすぐそこだよ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだから。さあ、行こう。っていうセリフになるんだね。オッケーオッケー。結局、あなたのおかげって言ってもね、大して変わらなかったと思うけどね。お、ナイスクリームのお兄さんじゃないか。お、君はこの前の。ここに移ってから店は大繁盛さ。そこの二人のおかげだよ。アイスクリームを全部買ってくれてね。お前そういうとこやぞお前。そこでお前アイスクリームって言ってしまうからお前はもう、うん、というわけで君に売ってあげられる分はもうないんだ。そうだ、君にはとっておきのものをあげよう。うん、お兄さんのスマイル以外ね。僕のピカピカスマイルさ、どうかな。二度と面を見せるな。さああなたたち、ん、なんだ、幸せそうだ。あ、そうなの。あ、うーす。てか、あんたをぶっ殺す話、あれしばらく延期にしたからさ。アンダイン姉さんには内緒なってことでね。オッケー、じゃあ早速電話してやろう。早速電話してやろう。何？ RG01 と RG02 がサボっているだと？
あいつらお前をぶっ殺すよう命じておいたのに、お前が命じたんか。お前友達になったんでしょ。お前そこはお前誤解解いといてよ。別にお前をぶっ殺させたいわけじゃないけどな。でもぶっ殺そうとするだけならいいだろ。お前もお前の頭どうなっとんねん。お前もうええわ。もうこっちに行くと、そう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 、 R3 だよね。そしてこっちがなんだっけ。あ、そうそう、こっちがねオペラのとこなんだ。オッケー。で、結局ホテルが上だよね。ほんならもう一度だけね、ヒートフレイムズマンに話を伺ってよろしいかね。やあ君、俺の名前覚えてる？ヒートフレイムズマンだろ。覚えてるよ。え、本当に覚えてたの？まさかこの俺が負けるなんてって言ってね、このエネル顔してくれるんだよね。はいはい、ホテル前までねやってきました。ホテル前でねお兄ちゃんがいてます。お兄ちゃんにね話しかけると、お兄ちゃんとね食事の、シーンに変わりますよね。先にメモを見て、ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみて、お買い得商品が揃ってるよってことでね、こちらの方にねほらなんかね落書きしてあるよね。でお店あるんだよね。今回はそっち先に行こうか。よいしょ。いや久しぶりちょっとね2丁目系のね人たちがいるぞ。まずお話を伺おうかね。誰について。私アリゲッティ、この子は親友のキャッティ。私キャッティ、この子は親友のアリゲッティ。わろとけわろとけ。はい、商品について。そこのホテルで売ってるものってマジ、高すぎ無理。あ、そうだよね。うん、でもうちらが見つけてきたものはマジ激安やばい。だからってか普通全部買うっしょっていうことでね。うん、商品はどこで仕入れるの？てか武器とか食べ物とか、あるとこっつったらゴミ捨て場以外ありえないってことでね。ちょっとねこの右側にもねちょっとゴミ箱みたいなの見えるよね。いや、笑うとけ笑うとけ。うん、でも高級ゴミだし、そうそう、めっちゃ高級やばい。うん、あ、あれ？待って、またこれも出てきたね。ゴミはどこで仕入れるかって？てかゴミショップに決まってるし。と、ゴミショップ？笑うとけ笑うとけ。うん、まあ大体はウォーターフェル？ゴミ箱にピストルとか捨ててあって、やばい。なんだって？あ、そう、メタトンについて。メタトン激ヤバ、マジヤバ。メタトンは私の嫁。てか、メタトンは私の嫁。お前そこの辺はね、お前譲り合わないんだよね。うちら二人ともメタトンの嫁。あ、そうなんだ。うん、一夫多妻制だね。メタトンがまだ気づいてないだけ。メタトンは誰が作った？これは知ってるけどね。うん、アルフィーが作ったんでしょ。まあそう言われてるけどね。でもメタトンはいつも、俺は俺のアイデアから生まれたんだぜってみたいなノリで、ね、それに完成した直後からアルフィーとはずっと前から友達でしたみたいなノリだし。え、でもあの二人もう友達じゃないんだよね。知ってる。でも私とアリゲッティはずっともだよ。ということでね、メタトンについてオールドってな、これ聞いてみよう。うん、これセリフ一緒なんだよね。うん、うん、オッケー。アルフィについて。え、アルフィ？前はこの近所に住んでたよね。うちらのお姉ちゃんみたいな感じだったし、つってもゴミ捨て場とかに、連れてってくれるだけだったけど、言ってねこのゴミ箱からね何かアイテムを入手するっていうのはね、このアルフィに教えてもらったんじゃないか。うん、でもいいゴミが見つかる場所教えてくれたよね。あの子変なアニメ見るの好きだったよね。でもそのうち王室の研究者になって、あ、そうそう、その後全然会ってない。うん、王室の研究者って何？アルフィはずっとアズゴアのことをめっちゃかっこいいって言ってて、だから絶対間違いないよね。メタトン作ったのはアズゴアに褒められたかったから。魂のあるロボットとか、完全にアズゴアの趣味だし。で、メタトンを見たアズゴアはアルフィをお城に呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィって何も発明してなくない？てか、アルフィ自体見かけなくない？多分ラボにこもりっぱなんじゃないってことでね。マジで？ちょっとはリア充した方がいいよね。ほんと、うちらみたく。それで、まあ、ラボにね、ちょっと、閉じこもってるというかね、引きこもってるのかな。うん、アズゴアってマジ受ける。超いい人大好き。めっちゃいい人大好き。はぁ、もう。人間なんてさっさと滅んじゃえ。うん。なんやねん、お前ら。もう、笑っとっても、お前言っていいことと悪いことがあるぞ、お前らも。もうええわ、もう。オッケーオッケー。ほんなら、そうだよね。これ空っぽのピストルとかあるよね。弾は別売り。弾どっかで売ってんのかな。ただね、これ武器僕いらないからね。防具もいらないね。テミーアーマーに勝るアイテムはありません。500G か。謎の鍵買えないね、まだ。オッケーオッケー、ありがとう。うん、出るわ。はい、お疲れ、おつおつ。ということで、お店があるんだよね。鍵をね、謎の鍵を手に入れることができたら、ナプスタブルークのね、隣の部屋に入ることができます。さあ、どうしようかな。まずお兄さんとね、お話ししよっか、ホテル入る前にね。お待たせ、お兄ちゃん。よ、コアへ行くんだって？その前に、オイラと飯でも食わないか？忙しいって言ったらどうなるんだろうね。ふん、じゃあ頑張るよ。何度も、トライできるのかな？トライっていうのもおかしいけどね。うん。いいよ。よし、じゃああんたのおごりな。ちょっと待って、お前。こっちだよ。オイラ近道知ってんだ。これ実際ね、また後ほど行ってもね、あんなところにね、扉とかね、ありません。ほら、もう着いた。
さてと、あんたの旅もそろそろ終わりか。よっぽど家に帰りたいんだな。まあ気持ちはわからなくもないぜ。でもな、与えられたもんを受け入れて生きていくってのも悪くないぜ。ここには食い物もあるし、友達だっている。そんなにまでして帰る意味あんのか。あ、どうした。いや、やっぱり忘れてくれ。おいらはあんたを応援してるぜ。なあ、いちいち一呼吸置くのやめてくれ。面白い話してやるよ。おいらスノーフルの森で警備員してるだろ。人間が来ないか見張ってるだけだから毎日暇でさ。でも森のずっと奥に鍵のかかったでかいドアがあって、これがギャグの練習にぴったりなんだ。ある日そのドアをお客さんの代わりにして新作ギャグを練習していたらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声でツッコミ入れられたんだ。何言うとりまんねんってさ。これがね、トリエルさんのことなんだよね。だからすかさず返したね。ピン芸人にツッコむやつがあるかいなってさ。そしたらツッコミにツッコむやつがあるかいなって返されて、そもそもボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めてさ、今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで。だからおいらどんどんギャグを連発した。おいらのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていい？って言うから、どうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わない？って言うんだ。何が？って聞いたら、こんなに近くで話しているのにトークなんてって。ビビったね。このおばさんただものじゃないって思ったよ。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。でもオイラが帰る時間になっちゃって、パピルスが寝る前に本を読んでやらないといけないからさ。優しいお兄ちゃんだ。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからオイラ、その後も何度もそこへ出かけていって、ドア越しにギャグを披露するようになった。最高だろ。だからいちいち間を置くなお前。でもある日おばさんがあんまり笑ってくれなくてさ、どうしたのって聞いたら、よくわかんないことを言われたんだ。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしいの。どうかその人間を守ってあげてって。おいら約束すんの好きじゃないんだ。しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ。だけど寒いギャグでこんなに笑ってくれる人に頼まれたら嫌だなんて言えないだろ。つまりどういうことかわかるか。おばさんとの約束、あれがなかったらあんた今頃どうなっていたと思う？そう、間を置くな。お前は今頃とっくに死んでいた。は？そんな顔すんな。からかっただけだ。それにおいら、あんたのことをちゃんと守ってやっただろ。おかげであんた一度も死ななかったじゃないか。このセリフも実際ね、しゃもじが死んでなかったらなんかねセリフが変わりますって言ってたんだけど、僕ねかなり死んだんだよね。テミーアーマーをね買うために何度も何度も死んだんだ。うん、だからお兄ちゃん間違ってるぞ。僕何度も死んだからね。うん、どうしたそんな顔して。おいらなんか間違ったこと言ってるか。あ、なるほどね、こうなるんだよね。すごいな、フラグ回収できたね。うん、はは。ま、話はそんだけだ。じゃ気ぃつけてな。あんたのことを大事に思ってくれる人がいるからさ。ってことでね、結局ね全く食事してないんだよね。オッケーオッケー。レストランもねもう1回か2回ぐらいしか入れないからね。うん、レストランに来たけど予約するのを忘れたことに気づいてさ。うん、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。うん、そんなことよりね、あなたなんで乳首4つもあるの？うん、で仕方ないからこの葉っぱについた水を舐めてるのさ。あ、そうなの。うん、鉢植えの植物だってね。うん、メタトンが出演する番組だって言って、やっぱメタトンのね、なんかいろいろこの、なんか貼ってあったりするんだよね。うん。ほら、有名人のコメントとサインが並んでいる、完全にこれは、衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品ってことで全部メタトンなんだよね。うん、もういいかな。お、言えるじゃないか、ハルク。もともとは人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、今じゃあ複雑な建物を作ること自体が、しきたりになっちゃって。散歩進めばパズルに当たる。困ったもんだよって言ってね。あなた、なんちゅう座り方してんの？座ってんのか立ってんのかどうなってんのお前。うん、あ、土星さんいたよね、土星さんね。うん、僕はコアの作業員。コアの中にはいろんなパーツが組み合わさってできてて、レイアウトを自由に組み替えられるんだ。いやー、しかし今日は楽しかったな。僕パズル大好き。うん、そうだね、土星さんだもんね。うん、さあさあお待たせ。わし漫才師で今日は営業に来ておりますね。おかげさまで人気者で、人気者でして。ただうちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやる言うとりますけれども、あいつのネタおもんないんですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな、もう親としては恥ずかして。ああ、笑い漫画な。
おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて。そんでせがれは家を出てしもたんです。それっきり会うてへん。わし父親失格ですわ。あはは。笑い漫画だ。ってことでね、なんか息子さんを探してるのかな？うん。はいはい、あなたね、なんかおっきいね。うん。いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。それからテーブルと食器と食材もご予約を。うん。誰が来るか、こんな店も。はいはい、ホテルのロビーです。メタホテルへようこそ。ここはもともとアパートでしたが、今はホテルです。ご宿泊の方も、まだここの住人の方も、ごゆっくりおくつろぎください。まだここの住人ってどういうこと？ただの通りすがりですって？ではごゆっくりお通りすがりください。ってことでね。ありがとう。手をさせてもらうぞ。ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。オッケー。もういいかな、この噴水はね。そう、あなたたちね、ここのね、エレベーターが止まっちゃっててね、困ってるんだよね。そう、だから今日は帰れそうにないよ。うん、宝の山に冷えたピザがあったはずだからチンして食べて。私はスライム。これは実に腹立たしい事態だ。って言ってね。うん。あ、ほら、前足ハイヒールだ。ここのエレベーターは都直通なんだけど、今は止まっちゃってるの。足止めになった人が滞在できるようにホテルがサービスしてくれるわ。してくれてるわ。あ、そうなの？はい、ここのね、バーガー屋はね、尺だからね、僕入りたくないんだ。うん。お、トゥースがいるぞ、トゥースが。ええー、そうなんです。都のエレベーターは故障中で。ですので、当ホテルでは、ただいま、ご宿泊料金を大幅値下げ中ですよ。一泊 200G です。いかがされますか？ってことでね、せっかくだからね、泊まろうか。ご利用、ありがとうございます。では、お部屋にご案内いたします。ということで、おっきいね、このね、キングサイズのね、ベッドに寝られるんだ。よし、今回も、ちょっとハッスルしてみるか。いやー、いいね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 。おー、ノリノリだ。でこれね、ベッドでハッスルするとね、この素敵なね、この BGM が聞けるんだよね。いいぞ、いいぞ、いいぞ。前回はね、左に降りたから、今回は右側に降りてやるか。よーし、行くぜ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 ー。うん。右側から降りたら、うつむせなんだ。はいはい、満足したのでね、お部屋の外に出てきました。うん、内側からね、鍵がかかってて、お金を払わないとね、この部屋は入れないんだよね。はい、そして、このね、各ドア。うわ、ルームサービス？びちゃびちゃ持ってきてくれたってことでね、このね、客が言うアイテムを持ってきてやれば、なんかね、お金をもらえるんだよね。じゃあ何しに来たのってことで、これがなんだっけ、ルームサービス？シナモンキー持ってきてくれたとか言ってね、そうだそうだ。で、これが、ここが、動物が動き回る気配がする。ドアの下の隙間から何か入れられそうだ。入れるってことで、ホットドッグを置いた。あれ？ホットドッグも置けたの？マジで？突然ドアの下から白い犬の手が現れた。あ、いやこれ犬のね、落とし物を前回は入れたんだよね。ホットドッグを部屋の中に引き入れようとしている。手の勢いが強すぎてうまくつかめない。落ち着け落ち着け。ん？ようやくゲット。ん？部屋の中から石臼を回すような音がする。え、ドアの下の隙間からハッシュパピーが出てきた。え、なにこれ？ハッシュパピーを手に入れた。え、ハッシュパピー？ちょちょちょ、待って待って、こんなん知らんぞ。ハッシュパピー。ハッシュパピー。65HP 回復。呪文を詠唱中の犬を黙らせるソウルフード。こんなもんゲットできたんだ。もうできない？あ、まだ入れられそうだぞ。あ、ちょうど良さげなものを持っていない。あ、これなんかいろいろ試せるんじゃないか？二次元ボックス A。これもしかして、雪玉のかけらとか、ここで使ったりできないか？もしかして。キッシュとかさ。ま、犬の落とし物はね、これ量産できるの分かってるんだ。そうだね。スパイダードーナツとか。こんだけアイテム持ってたら、どれか反応しないかな？ちょっとやってみよう。うん。ドアの下の隙間から何かを入れられそうだ。入れよう。あ、何も対応してないぞ。残念残念。ほんなこの辺はダメだわ。この辺はダメだ。ハッシュパピーももういいかな？うん。一次元ボックス B。テミーフレックス。あ、テミーフレックス使えそうじゃないか、これ。ありえる。テミーフレックス多分使えるぞ。だって動物用のご飯だからね。おい、行こう行こう行こう。いや、使えへんのかい。はいはい。ということで、結局、犬のね、落とし物とホットドッグだけはね、入れれたんだよね。うん。磁石に引き寄せられるように、ドアの下に吸い込まれていく。そして、ドアの下から、ゆっくりと犬の落とし物が2つ出てきた。もうこんなゴミアイテムね、こう増えちゃうんだよね。使ってみよう。犬の落とし物を使った。持ち物の空きスペースが全部犬の落とし物で埋まったってことで、結局、これ使うとね、使うと増えるんだよね。うん。使い終わった。気まずい空気が流れた。ってね。結局、待って何これ犬サラダに変わったぞ。犬サラダ、ハテナハテナ HP 回復。ヒットプードルを回復する。ちょっと待って。うわ、めっちゃ使いたい。うわ、めっちゃ使いたい。ちょ、待って待って待って。
これむしろ入れれないか、入れないここに。うん、サラダ入れれないか。あ、犬の落とし物になっちゃうんだ。うん、ビヨン、勢いよく押し戻された。あ、もうこれ以上持てないってことかな。犬サラダちょっと使ってみる。これドッグサラダを食べた。ワンダフルな美味しさだ。 HP が満タンになった。あ、そうなるだけか。しもたねー、しもたねー。ほんならもう一回使ってみよう。もう一回犬の落とし物使ってみようぜ。うん、あ、また犬の落とし物奪ったぞ。サラダになってないか。ならない、ならない。なるときとならないときがあるのか。あ、ランダムなのかな。まあそうなんだ、そうなんだ。まあずっとこれして遊んでられるぞ。うん、あ、やっぱアイテムがいっぱいだからかな。オッケー、異次元ボックスにちょっと掘り込んどいて、ほんでからこれまた入れて、うん、で2つ出てきて、2つ出てきて、2つ出てきてからの、からの使って、空きスペース埋まったら犬サラダが入ってるんだ。オッケーオッケー、こういう使い方なんだね。ねえおじさん、いやー、犬の落とし物ね、遊びね、結構ね、時間潰せたよね、あれでね。犬サラダなんてね、ゲットできるようになるんだ。オッケー、これちょっとね、売ってみたい気もするけどね。まあ今回はね、ここまでにしようか。ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。はい、ということで今回はね、メタトンのオペラを経てね、ホテルにやってまいりまして、犬の落とし物遊びなんかをねちょっとしました。はい、次回はですね、ついにコア方面に入っていって、一気にねストーリーを進めていきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価、よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。